森の洋館ってこの白帯の森の近くだったかな。こっちに何かアイテムあるように見えた。スーパーボールを見つけた。よかったよかった。そしてここで出会えるのは、ケムッソとマユルドなので、ここは逃げていきましょう。ではでは、進んでいきたかったけど、また出会ってしまった。ケムッソが2人だ。かわいいな、このシンクロするね、ちっちゃいポケモンの動きかわいいな。ではでは、今度こそ進みましょう。ここもダブルバトルになりそうだね。ぐるっと回るとも思ったけど、ね、せっかく今こうもみさんと二人でいるから、ここでバトルしておきましょう。珍しいポケモン見っけた、もの虫の知らせと二人が言ってくれておりますが、同じく虫捕り少年のみちおくんとしんごくん。あ、ミノムッチがいる。ミノムッチとケムッソなので、ここはつつくで頑張っていきましょう。まあどっちにしてもいいかなとは思ったんだけど、つつく、まあ、とりあえずはケムッソの方にしていこうかなと思います。シアンくんがどんどんレベルが上がっていきそうな予感だね。ですが、ミノムチが混乱してる。そしてどっち側がポケモンいっぱい持ってる少年だろう。ちょっとそれが分かっていないけど、こっちだね。この今私が知ってる、戦ってる方が一匹多いね。なのでこのままつつくでいきましょう。効果抜群で念力が来ちゃう。念力が来ちゃうけど、シアン君はまだ大丈夫。ラッキーがチャームボイスしてくれている。で、ミノムッチの混乱解けちゃったけど、体当たりだから多分大丈夫でしょ、このままで。毒ケイルにツツクをしていきましょう。最後の子が出てきたら、ミノムッチにツツクをしていこうかな。ね、反対側の子はもう一匹いるもんね。イバルを忘れさせるか。イバルを覚えるかどうかだ。どうしよう。イバールとね、相手の攻撃上がっちゃうから、シアンくんはイバールを覚えずに行きましょう。謙虚なままのシアンくんで行きましょう。ピンセンカくん、シナモンちゃん、カーミーちゃんもレベルが上がったね。どんどんレベル上がるね。なのですが、ミノムッチ、ミノムッチに続くをしていきたいなと思います。マユルドが出てきた。ここは続くでミノムッチに攻撃していきましょう。続く。よし。ああ、よしじゃない。よしじゃない。効果抜群だけど、ちょっとだけ足りなかった。命の雫で回復をしてくれたね。ここは、シアンくんが全回復してくれた。ミノムッチが体当たってくるけど大丈夫。マユルドが硬くなってる。でももうあれかな、ミノムッチはチャームボイス次ラッキーが使ったら勝てたりしそうだから、マユルドの方にしようか。守ってる守ってる。ちょうど良かったんじゃないかな。つつくをね、ミノムッチにしなくて良かったと思うので、これでこのまま行きましょう。ああ、天使のキスマヨルドの方に行ったのね。よしよし、まあまあまあよしとしましょう。してそしてマヨルドが硬くなってる。マヨルドあれかな、体当たりとか覚えたマヨルドも出てくるかな、そろそろとか思ったりしてるけど、硬くなってくれてるから、ああ倒せなかった。あ、でもこのチャームボイスでもしかしたら倒せるんじゃない？ああ、すごい。2匹同時に、ね、倒してくれたね。で、あともう一人出てくるはず。もう一人出てくるはず。コロトックだ。コロトックさ、赤だと思うの。赤色のポケモンとしてパーティーに迎え入れてあげれるような気がするんだけど、コロトックって、あれかな？野生で出てくるかな？コロウォ
氏はさ、ほら、あの、お背中に黄色のね、なんて言うんだろう、黄色の部分があるからさ、ちょっとね、どうかわかんないけど、コロトックだったら、そのお背中のやつがなくなるから、ね、赤って、赤色ポケモンとして、になれると思うんだけどなぁ、と勝手に思っている。あわわわわ。こっちの人は、ふぅ、言ってくれてる。でもね、赤色カーミンちゃんが今いるからね、ああ、シアン君が進化しようとしてくれているのですが、ここはごめんよ、シアン君いつも。と、同じくカーミンちゃんが進化しようと張り切ってくれているのですが、ごめんよ、カーミンちゃんも。そして、珍しいポケモンだと思ったらトレーナーさんだったのか。虫の知らせってのは、ポケモンの特性のことだよーと言ってくれているので、ここはどうなんだろうね。ぐるりと回るべきなのかな。ああ、ちょっとこう複雑だね。ここのアイテム取って、ぐるりと回ってっていう感じかな。ああ、ポケモンが出てくるけど、ここも、まあ、出会った子たちなので逃げていきましょう。ここで傷薬をゲットして、登って、いっぱい回らなきゃいけないような気もするんだけど、トレーナーがいたところに行こうかなと思います。ではこの真ん中のところで一旦レポートを書いておきましょう。ではレポートができたので、この人たちとバトルしていきましょう。サイキッカーさんだよね。この森ってどこか不思議、力がみなぎってくるわ。こっちの人は不思議な気配、君からも感じられるぞーと言われておりますが、同じくケーシーかな、リョーコとマキアさん、サイキッカーのリョーコとマキアさん、りょうこさんとまきやさん。なんか、上手に喋れてなかったけれども、あさなんとコダックが出てきたのですが、ここは、飛行の技で続くで、あさなんに攻撃していきましょう。ね、力が来ちゃうけど、大丈夫、よし。と、ラッキーが天使のキスをしてくれたね。ここは、この二人はいっぱいポケモン持ってたかな？ちょっと見れなかったけど、どうかな？一匹ずつだね。一匹ずつなので、アサナンを先に倒せたら、ミントちゃんに交代してもいいかなと思っております。ね、その方が相性がいいしね。大丈夫だけどね。このままでも大丈夫なんだけどね。だけど、あ、コダックの念力が来る。念力ってそんな感じでこう、お目目ギュッてするんだね、コダックね。では、私は、シアン君をミントちゃんに変えていきましょう。そして、吸い取りましょう。吸い取るのです。さっきのチャームボイスをしてくれているけど、乱れ引っかきは大丈夫だったので、吸い取っていきましょう。ミントちゃんの吸い取る。コダック。あ、でも意外ともっとこうギューンって吸い取れるかなって思ったけど、そうでもなかったね。なんとか、あと、ミントちゃんはもうちょっとで進化かな。まだもうちょっと先かな。あー、念力されてるけど、効果はちょっと抜群になってしまうけど、吸い取るでなんとかなるはず。よしよしよし。もうあと一回あれば吸い取り切れるかなと思うんだけど、どうかしら。じゃあもうボイスで倒しきれたりするかしら。あ、よし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 。なんとか。待っていけました。よかった。シナモンちゃんのレベルが上がったね。りょうこさんとマキアさん。勝負に勝って、あなたの勝利は不思議じゃないわね。ああ、アサナーンと言ってくれておりますが、次に進みましょう。森ってどこか神秘的、不思議な力が集まってる。
森の洋館、あそこから何かの気配を強く感じる。ね、このお話を聞くと、森の洋館ってどこだろうね。もうちょっと私が一回ね、ダイヤモンドパールをプレイしたことがあるのに完全に忘れている。こっちは、こっちに進んだら出口の方かな。違う？違うかな。銀河団がいるからってモミノさんが、モミノさんじゃない、モミさんが言ってくれてたけど、今のところ出会えてないね。ここにアイテムがあるね。甘い蜜を見つけた。で、特に何事もない。ここってここかな、森の洋館かな。ちょっと、ね、覚えてないけど、あ、これで抜けれたんじゃないかな。あ、出口、よかった、ここまで来れたんだ。私一人だったら絶対に無理だったわ、ありがとうメイさん、と言って行ってしまったね。で、これはもう私もこのまま森を抜けるでいいかな。205番道路は、あ、釣りをしてる人たちがいる。ここは、わあ、この、この草むらに入るべきか。この人たちは、一旦この後に戦おうかなと思っておりますが、ああ、カラナクシだ。カラナクシが出てきたね。これはどうだろう。このさ、このね、カーミンちゃんと同じようなフォルム、同じようなこの色の配置具合だけど、どうかな。ちょっと、ただね、そう、この子も水タイプなのよ。水タイプだからなというのはあるんだけど、まあ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 、でも、もうちょっと、もう一回大丈夫かな。どうしよう、はたくだったら大丈夫かな。倒してしまわないかな。よし。ではでは、これでボールを投げていきましょう。わー、赤かな。いや、でももしかしたら、こう、ね、紫みが強いとかがもしかしたらあるかもしれない。よし、ゲットできました。ではでは、カーミンちゃんのレベルが上がってくれたけれども、カーミンちゃんの進化をキャンセルさせてもらって、でから、ごめんよ、カーミンじゃん。よし、これで変化を止めて、カラナクシーの測定をしてみましょう。測定結果はこちら。惜しいな。こう、希望通りね、この赤ではなくて、ちょっと紫に寄ってくれたんだけど、もうちょっと色味が、ね、数があったら、紫系のポケモンとしてパーティーに入れてあげられたのですが、残念ながら、カラナクシちゃんは、このメンバーには入れてあげられなかったので、ボックスに送りたいと思います。さてさて、カラナクシちゃんがボックスに戻ったので、ここに木の実が生えてるのを取っておきましょう。オレンの実と、ここはね、木の実取ったら全部一応ね、埋めていきたいなと思っておりますので、オレンの実、ちょっとちゃんと覚えとかないとわかんなくなっちゃう。オレンの実、モモンの実、このお隣はクラボの実かな。よし、クラボの実を、取って、埋めて、ジャーロでお水をあげていきましょう。よし、無事にお水をあげれたので、誰か出てくる。あー、ビッパだ。さてさて、こっちは、あ、ぐるりと繋がっているんだね。と、ビッパが。ではでは、ぐるりと回って、次に進みましょう。まだちょっと、
どれぐらいで街とかがわからないから、あ、ここはアイテムは取って、この釣り人たちとの戦いはまた後ほどにしましょうとか、あ、とか言ってたら着いたね、白帯シティ。ここの人はなんかこうすごい近くにいるけど、自転車に乗れば気分爽快だねーって言ってくれている。この人お話ししてみる？大丈夫かな？さてさて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。